はい、じゃあ、バイトの目ンで始めますね。お願いします。あ、履歴書。はい。はい。ありがとう。これ、お名前は何て言うんですかあ首松です。はーい。はい、ありがとうございます。はーい。はい。えーっと、入れる曜日が、これか。はい、はい、ほんで。えっと、週何回ぐらい入れそうですか ?3 回ぐらい。たー、助かる曜日数ですね。はい、はい。はい、普段は学生さんはい。あ、へえ大学で何度勉強してんのあ えっと、一応なんか、このマ、マ、うん、マスコミ。ええ、すごいね。はい、関連の。そっかそっか。はいはいはい。何年生あ、今2年です。2年生。はいはいはい。 えー、え、部活動はあ、してないです。なるほど了解了解で、学校終わりとかに。はい。学校前とかに、はい、それこそ。はいはい。この焼肉きき屋さんで来たことあるあ、ないんですけど。あそうなんですでも、あの、存在はもちろん知ってました。あ<ー>あ。すごいなんか、アットホームな雰囲気で。外から見てくれてたのあ、そうです,そうです。そう。うちはね、あの、アルバイトの子がみんな仲良くてね。そうですよね。その雰囲気が伝わってたんで、なんか。 なんか、働きたくなっちゃった。あの、お客さんからもよく言われるのよ。店員さんの雰囲気がすごくいいみたいな。あ,<ー>あの、アルバイト同士の仲がいいのが伝わってきて、なんか、いい空間で焼き肉食べれて幸せでしたみたいな。よくいただけるから。あ、の、そんなのすごく嬉しかったりするから。うん。働ける時間帯ってのはどのぐらいのかな学校終わりから,か夕から、夕方から。夕方からはい。もしかしたらラストまでいける。はい。いきます。おー助かるねはーい。うん。これはもうありがたいのでね。うん。 はいはい、よし、嬉しいよし、めっちゃいい感じで入ってくれるね。はい、ありがとうございます。はい、で、あのー、うちね、あの、アルバイトの子たちはみんなの集団生活してるから、あ、えー、のね、こっからね、あの、歩いて3分ぐらいだか、そう、一軒家で集団生活してもらうから、えっと、うん。あ、僕あの、実家からなんで、全然あの、ああ、じゃなくて、あのー、アルバイトの子たちはみんな集団生活すんのよ。うん。あ、家近いんで僕、僕<し>。はい、うん。あ、ああじゃなくて、あのー、なんていうの、アルバイトの子たちみんな、一軒家に住むんよ。うん。 えー、そうそうそう。みんな集団生活してて、そうそう。もちろん、まかないも出るし、うん。そうそうそう。あのー、シフト入ってる日はまかない出るんで。で、あのー、えっと、要はシフト入ってない日、アルバイトがない日っていうのは、あのー、まあ、まかない出ないんで、あのー、食事はまかないだけでお願いします。<あ>はい。どういう意味ですかうん。食事はまかないだけでお願いしますっていうのは。えっと、だから、アルバイト入ってない日は何も食べれない。い自分で買って、えアルバイト入ってない日は何も食べれないんで。うん。あ、でも自分で、 買ってなかったじゃ,な,じゃなくて、えっと、食べたアルバイト入ってる日、シフト入ってる日だけ、あの、まかないでるんで。えっとなんでそ、その日以外は、食事をとってはいけないということですかいけないっていうか、まかないしか食べたらダメだから、結果そういう言い方になるか。うん。だからもし週1回しか食べてなかったら、週に1食しか食べれない。あの、全然僕、あの、実家から通うんで。で、うん、じゃ,あじゃ,あじゃあなくて、アルバイトの方にみんな集団生活してもらって、うん。ずっと一緒にいてもらう。うん。だから、こんだけアルバイトの方にみんな仲いいのよ。 そう,そうそうそう。そうで、あの、要は、シフト入った分だけ、お食事、一回もらえるから。そう。だって、それこそ収録でシフト入ってみや。そう。一週間のうち、六回も食事できんねんから。うん。<ー>そう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 。だから、<あ>ええー、で、えっと、入れる曜日がええと、一応、まあ、ああの、月水木。おうわ月水木はい,いや。それ以外、以外が、うん。はい。 いいって感じ。よかったそうそう、月水木がもう必要なくて、助かるそれ以外が。金土日がいけるってことね。が、まあ。ドンピシャやん。でも、無理な可能性もある。え、で、えっと、その、ちょうど夕方からラストまで働けるんで。あ、でも、いや、夕方からラストが働けないんですよ。はい。すみません。ほんまにじゃあ、昼も働けましょうか。わー、助かる。週一なんか、全部がドンピシャ。あ、でも。え、土日って入れんのなんか、そこ大事な質問してなかったけど。あ、入れないです。はい。あー、そうなんや。はい。わ、それなんか残念やねんけど。そうですよね。 ただ、やっぱりカーキンドー、カーキンが入れるってことや、じゃあ。カーキン入るのはもう、スーパーありがたいから。ね、入られへんっていうこと、うん、はいはい、よろしく。じゃあ、これはもう採用やね。あ、うん。やっぱちょっとあの、<用>一回検討させてもらって。うん、はい。でももう履歴書もらったから。はい。うん、あの、また。住所も書いてるから。うん。大丈夫大丈夫、どうう住所も書いてるから大丈夫っていうのは。どういう意味ですかあ、全然あの、一見あの、 集団生活のにそういうこと知らなかったんで一回考えさせてだてアルバイトの子はみんな集団生活してもらうだからそこが一番ネックという週何回ぐらい入るあだからそんなんはちょっとまたおいおい笹川君どうしたんうんあ了解了解笹川君はね週1回しかバイト入ってないから坊主でガリガリはいヤバすぎるここありがとうヤバすぎるいや嬉しい嬉しいじゃあこっち来てもらえる店長さんは普段はどこに行ってるんですか うん、ここか、一軒や。お願いします。すいません、店主さん。<laughs> やばいとこ来てもうた。新しいバイト来たよヤ <laughs> やばいとこ来てもうたいらっしゃいませいらっしゃいませはい、どうぞテーブルで復活をどうぞはい、ありがとうございますいじゃあ、もう一回、もう一回、かかやってやって。 はい、いらっしゃい。よませいらっしゃい。うん、こっち。うん、ああ<ー>！ぜひ読んでください。お兄ちゃん、大事な話があるんだ。何？一緒にジャレジャレのネタサロン入らないか。うーん、それどころじゃないんだよ。というと。 難問にぶち当たってなかなかこの問題が解けないんだ。うん、じゃあそっちを優先して。うん。僕はネタサロンに入ってきます。うん。いや、僕もネタサロンに入ってこの問題を解決しよう。みんな、一緒にネタサロンに入らないジャルジャルタワー